カードですね。中がしか皮脂でこっちが紙素材で、これもアートだね、あの、鹿革アートで、アートとしても皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。本当にもうアートだと思います。これはですね、なぜ紙に包んだかというと、鹿皮脂って湿気だったりとか、水につけとくと生皮に戻っちゃうんですよね。だから舐めしてない皮なんですよね。本当に、あれ、ライブ動画終了しましたって書いてます。あ、私が終了しました。はい、こっちは生きてます。生きてます、はい、そうで、反りを防ぐために、こういう枠を作ろうっていう話になって、歯科皮脂のチームの川田さんと一緒にやり取りして、でここも、この枠の部分も、ちょっと伝統工芸をイメージして僕がデザインしたもので、キラキラしてますよね。このキラキラしてるのは、この間ブラザーさんのところで、初めてインスタライブやらせていただいたときに、ブラザーの若山さんから、見て見てこれすげえのあるんだよって、え、なんかそういうのがあって、それでこう通したら絵に全部こう白を乗せて出してくれるっていうのがあって、それを使わせていただきました。本当にあれすごいですよね。エミさんの名刺も通したらピッカピカになりましたもんね。そう、あれプリンターで私たちずいぶん遊ばせていただいてるよね。もうなんかブラザーさんのショールームになんか入り浸って、なんかいろいろ実験をさせていただいてるんですけども、このクリスマスツリーのこの絵の説明もぜひしていただいて、上にほら王冠が乗っかってるじゃない。あ、その説明も